大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。まあ私はね、別に S&P500 を否定していることもありません。いいね。投資信託、AETF 商品っていうのがね、揃っておりますので、まあ S&P500 をね、したい人は S&P500 をね、しっかりとガチ保していただければいいと思うんですけれどね、やたらめったらレバナスとか、 SOXL を使っておりますと S&P500 を進めてくるアンチに遭遇するわけなんですよね。S&P500 悪くないですよ。けれど私たちはレバレッジ型の商品が好きなんだと。レバレッジ型の商品で資産形成するスピードをね、短縮していきたいからレバレッジをかけてるんだということがあるんですけれどね、それが気に入らないアンチがね、S&P をやたら進めてくるんですね。大きなお世話だということなんですけれど、 まあ、驚愕のね、データの方が出てきておりますので、まあ、いかにね、S&P500 よりね、SOXL、こちらの方ね、使っていく方が、まあ、効率がね、いいと、まあ、いうことをね、今日はお伝えしていきたいかなということで、これは一番最後にお伝えしていきたいと思います。え、引っ張るだけ引っ張って処方とかっていうのは思わないでくださいと。ただね、S&P500、 ソクル。まあ、これらをね、しっかりと使い分けていきましょうということでね、今日は S&P500 とソクル、こちらの方のデータを最後公表していきたいと思います。まずは原油価格再建、そして SOXL の差しえこちらの方をね、考えていきましょう。それでは、SOXL 作戦会議。 スタートです。この番組はね、今年2023年 SOXL が再度10ドルを切ることがあれば、そこですかさず仕込んでしまって、6年から7年で送り人になっていこうという計画を実践している番組になっております。シミュレーションなんていうのはね、もうどうでもいいんで、まあ、さっさと100万ぶっ込んで1億になるのかどうかという検証がしたいと。まあ、そのためには速度が下がってくれないとダメなんですけれど、さあ、 どうう、でしょ SOXL、このまま反転急上昇していって、10ドルなんて切らないよという、ね、状態になってしまうのかどうか、まあ、こちらの方を、ね、しっかりと観察していきながら、まあ、10ドル切って6.5になったときに、さ、まあ、す球を放り込んでいきたいというふうに、ね、思っております。マーケットに潜む、ね、誘惑と恐怖ということでね、まあ、人は えー、下落してるときになかなか買えずに、えー、上昇し始めて、えー、高値付近になってから買うというね、えー、人たちが多くいると、えー。だから負けるんだという話になってきます。えー、そして SXL o、危険だ、危険だという人がいてるんですけれどもね、SXL、下げるときは下げますし、上げるときは上げるということで、2022年はそのね、下げの方が来ました。 なんと脅威の91.6%下落。これに耐えれない人は SXL は買わないでくださいと。SXL っていうのは高値から91.6%下落することがある商品です。ですけれど、91.6%下落しても、 お衣装、ロスカット、発生しません。繰り上げ償還の方も来ませんでした。ということになってきますので、ガチ欲していたら勝てるということを認識できる人は SOXL。安い時に仕込んで高くなったら売りましょうと。まあ、ただ、これを、ね、できる人っていうのが、なかなか、ね、現実にいないというのが面白いなと思うんですね。SOXL 自体に危険というのはありません。SOXL を取り扱う 人のね、えー、心、えー、ここに恐怖心が芽生えてしまったとき、人は老媒売,売りをしてしまって、SOXL で損失を出してしまっていく、アンチに願いていく。そのね、アンチに願いた人、SOXL で損した人が、SOXL は危険だ、危険だ、と言いふらしてるだけです。バカとハサミは使いようということでね、はい、SOXL を使いこなせなかった人たちがアンチになっているという、ねえー、認識でいいと思います。ただし何度も言いますけれど、91.6%下落しますんで、ね、えーこれを をね、恐怖と取るかそれともお買い得とを取るかそれはあなたの心次第。 えさあ、まずはね、原油価格の方を見ていきましょう。80.47ということでね、えー、どうやらこのあたりでレンジに入った模様ですよね。えー、この後、上に降るのか下に降るのか、しっかりと経過観測。まあ、まだね、100ドルまでは余裕がありますので、まあ、少々上がったところでね、インフレ自体は徐々に徐々に軟化はしていくと思うんですけれど、急激に上がりますとね、やはりインフレの数値が一瞬ね、悪くなって、その時が株価が下がるね、可能性もあるということがありますので、まあ、 的な上昇があるのかどうかっていうの、えそこだけチェックしてね見守っていきたいと思います。債権利回りですね。こちらは10年債利回り3.451ということでねなっておりますので、まあ小回しをつけてね少ないね動きだったのかなということで、まあ10年債利回り若干ね買われたというような状態になってます。 2年祭利回りの方はね、もう少し値動きの方がありまして、まあ4.133の利回りと、しっかりと購入ね、されてますんで、10年祭よりもね、今2年祭の方が買われているのかなということになっておりますので、さあ、昨日のマーケット債券は買われたというね、若干10年祭と年祭で温度差はありますけれどね、まあトータルすると債券は買われたという一日でしたね。 えこちらが SOXL の5分足のチャートの方になっています。プレマーケットの、ねえー、時点から大きく値を下げてスタートしました。えー、そしてえーマーケットが開いてからもね、えー、下落していったんですね。これはまあマイクロソフト、もしくはテキサスインスルメンツ。えー、こちらの方の影響があったのかなと。えー、ところがえ何を思ったのか、反転急上昇していきましたということでね、なんとね、えー、ほとんど行ってこいという、ねえー、状態でえ終わっております。ただ、時間外取引ですよね。えー、こちらの方でもしっかりと上昇 上昇してるんですよねマーケットが開いてた時っていうのは0.6人しか上昇してなかったんですけれどマーケットが閉まってからはね 0.96上昇しているということになってますので、まあ、このあたりが面白いところかなと。えここねえ、上昇していったので、どうでしょうえ。今日の株式も上昇していってくれるんでしょうか、ということでね。水曜日のマーケットといたしましては、債券買われ、株式買い戻しされということで、まあ、ちょっとね、マーケット自体に矛盾が生じてるんじゃないのかなということがありますので、えこの矛盾、債券の方がおかしいのか、株式の方がおかしいのかと。基本的には債券株式 いシーソーの関係ですから、債券が買われたんだったら株式は売られないといけないんですけどね、この初めは売られてたんですけどね、買い戻しされた、これがね、きょの相場にどういう影響を及ぼしていくのか、こちらはライブ放送の方をね、しっかりと皆さんと一緒に見ていきながら、ね、観察していきたいところですね。 冷やしの方のね、えー、チャートの方に行きますと、まあちょうどここね、15ドルをね、突き抜けていけないということでね、えー、この15ドルの壁でね、えー、ぶち返されているのかなと、えー。まあやっぱりこのね、15ドルの壁をぶち抜いてくるのは PC 待ちなのか、それともその後の FOMC 待ちなのか、はてさて。 あと残ってるね、ガーハムの決算待ちなのかというところ、まあ、ここをね、しっかりと見て、FOMC5 バック上げだと思ってるんですけれど、私の予想の方が、まあ、いつもながら外れているということなので、私は FOMC5 バック上げだと思ってますんで、え、ということは外れるんだったらバック下げしていくのかというね、ことがありますので、まあ、結果、上に振っても下に降ってもね、対応できるようにね、SXL、まあ、こちらの方はね、しっかりと準備しておきたいと思います。 出来高がね、ま、あ若干ね、1日2日ね。 物足らないところもあるんですけれど、これはやっぱ PCE 待ちなのかなというところがあるんで、その PCE はどうなんだということでね、予想の方が出ておりました。エコノミストの調査によりますと、27日発表される PCE 自体が、前年同月比でね5%の上昇だという予想と、食品とエネルギーを除いたコアの価格の方は4.4%上昇が見込まれていると、実際にそうなれば、共に2021年終盤以来の小幅な伸びとなると、前月比ベース の輸送でも昨年の早い時期と比べて鈍化が示唆されるということなので、まあ、これはいい数値が出てくるというふうに解釈すればいいんでしょうか。なんでこの経済指標とかのニュースってこんな分かりづらいこと書いてくるのかなというふうに思うんですけれどね。と、えー、とりあえずここで見ます PCE コアデフレーターの方ですよね。前回4.7、予想が4.4ということなんですよね。そして PCE デフレーターの方ですね。コアじゃない方。こちらが前回5.5、予想が5.3ということですね。それが今回5%の上昇じゃないかということで、もともとのこの5.3予想よりも低い数字が出てくるということで、これはね、上昇していくのかなと。そしてコアの方ですよね。コアは予想通り4.4、4.4ということなので、まあ、ここはあまりサしない。 プライズがなななかかったのかなというようよこととになるとさあこの数値が出てきて株式が上がるのか下がるのか、まあ、基本的には上がると思うんですけれどね。さあそれをね、えー、見据えまして SOXL 特定口座の方でね、えー、保有しております。 295株。こちらの方のね、トータルリターンがマイナス12.41%ということでね、まあそろそろプラスにね、転じていくんじゃないかということで、2月の FOMC5 プラスになると思ってるんですよね。そしてこのね、私はいつも言ってるでしょう。SXL っていうのはね、ガチ押しでいればね、負けないんだというのをね、まあ実践できていくんじゃないかということで、この295株の内訳をね、若干見てみましょうということで、古いですよ。2021年10月の4日に購入しております。 この時の為替レートはなんときょの111.22ということで、しかし、為替が安ければ単価が高いということで、この時38.88、これでも安いと思って買ってたんですよというね、もう今から見たら、アホちゃうがという数値ですけれど、この当時はこれが安かったんですよね、えー、38ドル台でえずらーっと購入の方をしてきてます。で、一番高かったとっていうのは46ドルでも購入してるんですよね。ということなので、46ドルでもこの時点では安かった。 中略しますかなりね、あの、えー、中略していかないといけないということで、そして、えー、時間が経ってきまして、えー、2022年8月の19日になりますと、まあ、21ドル台あたりになってくるわけですね。為替は136円とかなり高いですよね、えー。そして最近ですよね、2022年9月の14日、まあ、最近といっても9月ですかということでね、えー、この時購入してるのが、為替の単価が144.74円ということでね、信じられないぐらいね、為替は上がりましたけれど、 えけれども株価は下がってきて12.96そしてここから10ドル切ってきたということでね、えー、まあ現在に至ってるわけなんですよ。 ですが、一番初めにね、購入したのが2021年10月の4日、ここからガチホを続けていきますと、なんとそろそろね、2月ぐらいにプラテンしていくんじゃないかということになりますので、ね、ガチホこそ正義と、SOXL はガチホしてたら勝てるんだっていうね、まあ私の持論、これでもね、証明できてるんじゃないのかなと思いますので、まだまだね、高値上づかみをされてる方、批判することありませんよ、ガチホしてれば必ずね、SOXL っていうのは、皆さん の持っている平均取得単価を超えてきますしかもえー、52種の高値に戻りますそれをさらに更新していきますということになりますんでね SXL 時間はかかりますけれども元々長期用で購入してるんでしょうと焦ることありませんよと一緒にガチをしていきましょうということでねなんとえー、2021年10月の4日からね、えー、保有しているということが今回判明しましたえそんなに昔に買ったかなというのがねまあ実際私の感想なんですけれども そして、えー、今のね、私が購入できる金額が。 アメックス証券、こちらの方が3393ドル、トグサの特定口座で743ドルということで、まあ約4000ドルぐらいは、ね、購入できるんで、下げれば買う、上がれば売るというね、体制を整えております。1月26日、SOXL リバランス大作戦ということで、ね、まあ、SOXL のポジションが重要ということになってきますので、見ていきます。今のところ14.53ですね。時間外取引でね、もうちょっと上がってるんですけれど、今日マーケットの終わり値でね、 算出していきます。えー、SOXL を、ね、上に振っても下に振っても16%と思ってます。これはね、えー、私が SOXL を購入し始めて毎日ね、えー、観察した結果、えー、通常時よほどのことがない限りはこの16%で収まってくると。 たまにサプライズがあったときは20%、30%伸びるときがあるんですけれど、それは1年に1回あるかないかぐらいの、ね、レベルだと思ってますんで、まあ、普段は16%で計算しております。えー、今日、えー、上に振れば16.85、えー、下に振れば12.2、このね、えー、レンジの中で SOXL の方は泳いでいくということになります。今の段階ですと、私は11ドル台にならないと買い物しはしないというふうに考えておりますので、今日は買えない日になってきます。そして、えー、売るんですけれど、 楽天証券で持っている SXL の単価が16.06なんで、まあ、16.85まで振ってくれればプラテンしてくるんですよね。ですけれど ちょっとね、えー、最近また考え方が変わりまして、まあ、もう少し握っておこうかなと。まあ最低18ドル。まあできれば20ドルあたりまでは握っておこうかなというふうに思ってます。ただね、えー、若干17ドル台で、例えば17.06とかになったらね、ちょっとだけ打って、難品できるね、えー、体制は立て直しておこうかなと思ってます。なぜかというと、今私ドル持ってのマネクス証券と、トカさんの特定講座ということで、えー、楽天のね、私の特定講座の方ではドル保有しておりませんので、 サイド。 SOXL が安くなったときにね、買い増しできないということになります。難品ができないということになりますので、まあ、難品できるだけ295ということなんで、まあ、45か95か、ね、このあたりをね、打って難品できる、ね、体制の方は整えておこうかなというふうには思ってます。そして株式は一寸先は闇ということになってますんで、SOXL が再度ね、10ドル切ってきて6.5ドルになるような状態になりますと、そこでもうフルベッドということでね、SOXL エクセルの仕込みを終了ということでね、いきたいと思っております。 さあ、アンチどもよ、このね、えー、結果を思い知れということで、S&P500 を進めてくるアンチがいるんですよね。いや、S&P500 好きで、あなたが買うんだったら、その買う行動に対しては私は否定しませんよと。はい、えーね、ね、えー、自分のお金ですから、えー、好きなだけ S&P500 を購入してくださいという話になるんですけれど、なぜか、レバナス速度を買ってると、そんなものは買うな、S&P500 を買えとかって言うてくる輩がいてるんですよね。俺の金やからほっといてくれ、ということで、 え、ほっといてほしいんですけれど、え、ほっておかないアンチが多いということなんで、じゃあ、現実見せてやろうということで、ね、私が何を狙ってるのかということで、ね、見ていきたいのが、え、まず、S、S&P500、え、1年間のね、え、リターンの方を出してみました。え、そうしますとね、え、まあ、2022年はだだ下がりでしたから、S&P500 も、これ、為替がね、え、含まれてない状態の方だと思います。え、マイナス7.67%ということでね、まあ、マイナス7%台のトータルリターンを 叩き出したわけなんでですよね過去1年間でそうしまして SOXL、こちらね、えー、見ていきましょうということで、えー、過去1年間で見ますと、マ、え、イ、ー、ナス65.5%下落を叩き出してるんですよね。S&P500 信者、レバナス、ソクル・アンチの人たちは、これを見て、S&P500 はね、7%しか下がらないから優秀なんだと。SOXL 見てみろよと。65.5%も下落してるやないかと。 こんなね、危険な商品購入してどうするんだっていうのが彼らの意見なんですね。じゃあ、これが表の話だとしたら、裏の話はどうなるんでしょうかということで見てください。ドン。まずね、S&P500 の方です。えー、今年ね、年初来からのパフォーマンスっていうのは、プラス5.02%なんですよね。 今年、まあしっかりと S&P500 伸びてきてるということでね、1年間で見ますとマイナス7%以上の下落なんですけれど、まあそれをね、ほぼほぼ帳消しにするぐらい年初来パフォーマンスっていうのは出てるんですけれど、これ SOXL どうか見ろアンチということでね、はい。 なんと脅威の55.24%プラスを叩き出しておりますということなんで、この差が分かりますかということでね、下落するときも S&P500 の方が下落率は少ないです。けれども、上昇していくスピードも S&P500 の方が少ないですということで、S&P500 は5%しか上昇しておりませんけれども、SOXL は今年に入ってからは55.24%上昇しております。ですから、下落 病の時に SOXL を叩いてくる人たちっていうのは、上昇していく時のことっていうのが見えていない人たちですね。そしてもう一つ言えるのは 下落、年初来パフォーマンスでいきますと、SXL は65.5%下落したということは 65.、65.5%安く購入できているわけですよね。この、ここで安くしっかりと購入した人たちが、今、リターンの方は55.24%プラスで持てているということになりますので、ここをね、しっかりと理解できているのかと。そして、私の東0さんが保有しております、一般にサークは、 sxl トータルリターン100%を超えていると。えこの現実をね、え見て、下落するのが悪い商品ではない。下落するのはそれだけ安く仕込める商品。そしてその後の上昇スピード、s&p500 に負けていない。それよりも10倍かめはめハということに、ね、えなっておりますから、ここをね、えしっかりと考えて、s&p500 を 保有するのか、SOXL を保有するのかっていうね、それはあとね、ご自身の戦略、ポートフォリオをどのように組んでいくのかっていうのは人それぞれ違うということになるんですけれど、そろそろおせっかいするのはやめなさいということでね、まあしっかりと今年に入って S&P500 よりも10倍以上のリターンを叩き出しているんだっていうこの現実、これを受け止めろと。そして去年下落したのはそれだけ安く仕込めてるんだということ、これも 受け止めろというね、このあたりを理解できないからアンチなんでしょうけれど。ということなんでね、SOXL、私たちは中長期で保有していって、送り人になれば現金に変えていくという作業をしていくんですけれども、 S&P500 を持たれてる方っていうのは、換金することあまり考えてないのかなということでね、いかに下落しないことが優秀だというふうに思われてるんですけれど、下落しないイコール安く商品を仕入れれませんし、その後、上昇率も高が知れているということになりますんで、だから私は S&P500 を使わないんだということ。これがね、まあ、理解できないからこそアンチなんでしょうけれどね、ということで。さあ、アンチどもよ。私が100万円を1億円にしたときに、はい、ひれ伏せということでね、はい。 皆さん、SOXL の、ね、パフォーマンスをしっかりと今年に入ってからは出ておりますので、ね、まあ、安心して今年から来年 SOXL の爆上げ、今までは低減、低減って言われてましたけど、今からは低増の恩恵をたっぷり受けていきましょうということで、ま,あ、また、ね、今年、紆余曲折あると思いますけれど、最終的に伸びていくなね我々 SOXL 組だ、レバナス組だということになってますから、まあ、安心して、ね、今安くなっている SOXL を保有していきましょう。ただ3倍もの なんでタイミング、買うタイミングっていうのがね、まあ、すごく重要になっていきますので、まあ、毎日、ね、マーケットが開いている間は、この、ね、動画の方を、ね、出しているということになってきます。さあ、今日も23時からライブ放送の方をかけまして、皆さんと共にマーケットがどのような値、ね、動きになっていくのかっていうのをね、観測していきたいと思いますので、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら